大丈夫か、やったか、やってない、やってないのか。いやー強い強い、夏希ちゃん思わず感動しちゃった、いい声だったよえ、やはりそうだねちょっとあのこのセンシティブ出さないでくださいこれ YouTube 大丈夫かな、消されない、教えてよ、昔のこと思い出したんだよな無駄無駄、教えないもの教えないっつってんだな、家族だろ俺たち、なんでなんで黙ってんだ、家族だよ全部教える、秘密話しよってか、ねえわねえわ、幻想抱いてんじゃねえよ、居候の分際で黙れ、はるちゃん俺が目を覚まして、このままじゃ死んじゃうんだよ、死ぬ、素晴らしいじゃないですか、それこそ私が求めていた結末です、何を言ってんの、こんな気持ち悪い紫の管につながると嫌でも思い出します、じゃあ私は生まれてくるべき存在じゃなかったんだって、このままこのまま私を死なせてくださいよ、まただこんな時に誰の声なんだ、一体誰の記憶なんだ、生まれて許すくるべき存在じゃなかったやで、七代それをこいつの前で言うんか、ユーナの前で、親を失ってから言うや、どれだけ苦しまうと思ったんや、やめろユキ、ハルカお前が生まれてきてよかったかどうか、それは俺が決める、家族である俺が笑えねえんだよ、今すぐ撤回しろこのゴミクズ、血の繋がった家族がいたやつの言葉は吐きがすごい大きいですな、あーてんてんより分かるね、はるかの純度100%の嫌悪感がな、全言撤回してやる、こいつらはここで始末するのがお前の望みっつうわけだな、あれ2回目あります、2回目ありますマジっすか、来るか、動揺してやがるな、それが答えじゃねえの、てめえがあいつの一番だとか俺には関係ない話だ、てめえを殺して必ずここから救い出してやる、できねえっつってんだよ、年戦あったか、1900になってる、気をつけて、一体になってる分向こう攻撃してくるようになってる、炎に耐性持ってんのかよってか、炎に耐性持ってやがるな、今回ばっかりはむしろさっきより厳しい説あるな、 SP も減ってるし気をつけていこう、走りすんにゃこれ怖いって、なんでおめえがそれ持ってんだ、あでも水、あ水は耐性期間てか曲がすげえ、曲がすごいけどもうどうしような、ショーがエゴイズムを使うのありかもしれん、ショーがエゴイズムを使って誰かになった方がいいかもしれん、キュアステップしか使えないのか、でもありかもしれんな、キュアステップをショーが使った方がいい場面もあるわ、さあ行こう、状態異常は効かないから今回は珍しく、その珍しく今回状態異常は効かないんだよね全部、だから普通に力と力のぶつかりになるんじゃないかな、トリとは効くか、だから行動ターン節約はできる、これでとりあえず開けて、フラマーは効かない、速度補正を今日、あ敵探偵作るの弱化かこれ、オッケー、ブル突撃、オッケーオッケー、2回なら大丈夫だ、キュアステップ辰巳龍豪気はエゴイズム、エゴイズムするか、エゴイズムして自分で辰巳龍豪気して、君で自分で回復できるでしょ、自分で回復して辰巳龍豪気、まだ準備、まだ準備しよう、準備準備で、ターンオーバーこれね面白いんだよね、あの入れ替えを次のアクターのターンが開始されるだから、うまいことターンを残せば2回攻撃できるんだよな、うまいことすればこれね、うまいこと使いたいな、まあいいや、とりあえず準備準備、まだバフデバッグかけろ、結構食らう、結構食らってたね、今弱点誰か使えてたな、きついな、
弱点結構誰か使えてたのがきついな。そうそう、行く。こいつが弱点みてえだな。トニーと、トニーとはあり。横一文字164、強いな。これしてさ、俺分かってんだよ。もうターンオーバーして、こうして、はい、で辰巳に横一文字、こういうことか。あー結構食らう。そうか、逆に辰巳になったことで弱点まで辰巳と同じになっちゃったんだ。なるほどね、そういうこともあるか。いや SP がやばいな。待って、 SP がやばい。うまいこと SP 回してかんと足りなくなるぞこれ。それか短期決戦になるか。せやな。狙い撃ち、せやな。短期決戦で出すか SP 回復するからな。やばいな、 SP がやばくなってきた。まさかのトニーとして SP をみんな回復させよう。突撃、突撃、 OK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 。 エゴイズム、風間ちゃんあるか。これでこいつもキャッシュアップできる。ショーもキャッシュアップできる。で通常攻撃、 A ペチ、お前は、お前 A ペチだ。あ、間違えた。あ、違う、あ、違う、大丈夫かこれ。今間違えた、ポチって言ってめっちゃえらいこともしとる。これすれば、で、はるかにあるね。オッケー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 。ちょっと一点無駄になったけど。旋風波、オッケー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 。ターンオーバーうまく使って、そうだよね。キュアステップ今できないわ。ゲージが足んない。回復しないと。そうか、キュアステップはできる条件があったか。やべ、短期決戦してえなー。これ短期決戦しないとダメかな。よし、記憶充電できる。深呼吸してる。はっ、ちょっと待って待って待って、今ダメじゃん。いやいやいや、今とんでもないことになったよね今。ああところで一人だけミス。欲しい欲しい、神有くんも倒れば完璧だったのに。その悪運の強さに慈悲を与えよう。厳しさを返して立ち上がりなさい。記憶喪失の君にはあれを助ける気がないはずでーす。熱い主人公だ、ふざけるな。はあ、モナコも心配かな。言ったじゃん、殺しはしないってさ。始末するのをどうなっておいて、コロコロ視聴回帰か。細かいところ気にすんなよ、励んぞ。私としてはあれを食らって一人になるけど、それでいいわけ。一人になった後はどうする。そうだよ、一人になった後は現世に出てくるんじゃん。なんで一人になるか聞いておけじゃないか。他の奴のことは知らないよ。ね、私の相手に決まってる。虐殺さ。ノーノーと生きてるゴミみたいな人間よね。私のこの姿は誰もが油断する。セリフとしての性質が失われても、必ず、ああ、必ず、この国を血の海に染めてやるよ。油断するかな。まあ油断はするかもしれんな。何も知らないくせに。ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな。それはこっちのセリフだよ。記憶、正規感も大概しろ、記憶なし野郎。え？もうやめてください。こんなものが見たかったんじゃない。私やったら全部思い出したから。だから一人で死のうと。一人にしてください。しないと私。だからなんで？あ、困ったな。せっかく貯めた生の感情が。まあでも、心が主導気かな。面白かったよ、はるかちゃん。自殺願望で生が満ちてくなんてさ。普通の人間じゃないっていうのがよーくわかる君の良さだったさ。多分もう食おうとするやろ。捕食始まっている。
暇させるのもバカバカしいんだけど、あの職種は私の一部なのです。あの女を丸飲みにして私が生まれてきた水持つわけで、何か方法はないのか。最初からこうしてくればよかったのに、そうもいかなかったんだよ。お前は私に食べられるためだけに熟成させられてたんだからさ。こいつがダメ押しだ。メイドの土産に最後にお前の知らない過去を教えてやろう。お前それダメだって。お前なんでフラグをきれいに立てたの今。違ってたんだな、これが。本当に小さい頃、この島に来るちょい昔のことだ。逃げ出したお前はとある少年に出会いました。綺麗な髪と目が羨ましいな。いっぱい物知りで話して楽しいよ。またいつか必ずどっかで会おうな。傷つける奴がいたら絶対助けに行くからね。そんな叶うはずもない約束。でもそれは確かにお前の力になっていた。思い出したかな、大事な思い出ってやつ。あの少年はな、神谷くんだったんだよ。記憶喪失で超もう分かんなかったんだ。あ、へえ、ごちそうさま。あー、これが性の感情ってやつか。よくもっとあれはよかったな。まあ、いっか。何？渦ができるね。向こうの世界に逃げるってわけだ。え？なんで？俺動けない。うぜえな。まだ医学隊がいるってわけだ。まあ全員コスメでしょ。ひとまず、はるかちゃん美味しかったでーす。私。え、何？バッドエンドですか？何？バッドエンドルート？迷うな。イルギス。あ、そっか！あー！そんな使い方を！イルギスを、に、そんな使い方ありですか？そうか！捕食されたから、手の届く範囲なら！そんな使い方あり？え、自分からその使い方はなかなかすごいことを考えるね。エロアホールに来たけども。それ、椅子も出てきますよ。エカテリーナ表情見ろよ。確かに、我が輩は貴殿に伝えた。貴殿の死こそが、時をさなかのぼるトリガーであるのと。しかし、どこまでも無茶をする。剣を自分の胸に突き刺すなど。そりゃそうでしょう。あ、そう、大寒波で自分は死ねなかったもんね。あの大寒波に翔だけ巻き込まれなかったから。巻き込まれたら、普通に行けたのにね。なるほど。死より時をさながら思ったし、神谷翔さんの記憶はそのまま維持される。窮地において入手した情報こそが打開の鍵になると考えたのございますね。そううまくいくかな。七代はるかが。あの娘の心は氷を冷たく硬い。幼い思い出だけで、果たして動いてもくれるものかどうか。なんとかしてみせる。そうか。確かにこの地点は運命の分岐点。救助できるのならば大きな一歩となる。もとより、我々は賭けている。貴殿の気高き魂にな。いいだろう。手を貸さぬ方法は存在しない。必ず打破してみせるのだ。滅びの運命を。なるほどね。そういう風にすれば、でも、ショーできんのか？今まで空気だったのに。さて、一体どこに戻った？はるか。あ、そこか。お前があんまり来てよかったか。それは、あの魔法が発動する前、俺が決める、家族である俺が、夏希もびっくりしてる。あれってなってる。笑えねえんだよ。今すぐ撤回しろ、このゴミクズ。同じことが起きし、今仕掛けるしかない。成田さん、ゆるきすの言うとおり、うまくいく保証はない。何せ自分自身、そうだよ、記憶喪失だからその記憶はないんだ。だから
そうだね、嘘をつくしかないんだ。この嘘はいずれ成尾さんを大きく傷つけるかもしれない。それでも選ぶべき道は一つだ。思い出したんだ。え、何を？約束、必ず助けに来るって。傷つけるやつから守るって。危ね、傷つけるやつから。そろそろ黙ろうか、神谷君。お前がこれ以上打つ手はない。幽霊の言葉が動かった彼女の心を溶かすのは彼女自身だ。それを信じるしかない。あ、ああ。またいつか必ずどっかで会おうな。もう会えませんよ。そんなことないだろ。考えると苦しくなりますから。やっぱ不安か。大丈夫だよ。新しいところはきっと幸せになれる。そうだな。君を傷つける奴が現れたら絶対に助けに行くからね。あなたが私のために？僕のためだ。君が悲しそうな顔してると嫌な気持ちになるしさ。そうですか。なら私も。お前がヒーローになれるわけねえんだからさ。ぐえー、何が起きた？そうか。あ、ごめんなさい、みんな。ごめんなさい、ゆうやくん。ごめんなさい、神谷くん。私、どこまでも最低で卑怯で。でも私、まずいぞ。くそ、余計変更はちけしょ。ちょっとまずく、今食わねえと。はるか、さつきちゃん、私は、うるせえ、さっさと来ないでゴミかす女が。私にいいのにされるのが望みなんだろ。今更撤回すんじゃねえぞ。そうです。確かに心から渇望しました。あの絶望を忘れて生きてきた。そして思い出した私の罰を、あの人の象徴と見えるあなたが私を害してくれるなら、何より喜ばしいことなどそう思うはずだったのです。ですが、すべてが飽きしものではなかった。私はえ、その流れは、おーい、え、まさか、まさか、え、お前も喋んのかよ。あの、センシティブやめてください。光で隠すなよ。光で隠し方。あの日の約束、今こそ果たしましょう。私自身のために。まさかのこいつもな、なんで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 。性格うまくいっても私のやつアクターに。どっちかといえばちょっとラフ気味だったはるかが、まさかの。え、どちらかといえばなんかラフ画だった七代がなるの？一人で動かすなんて無茶やで。何かしらあるんだよ、やり方は。いきますよ。いきますよ。どういう性質なんだ？アナライズね。つごもり？見て。あ、でもなんかだいぶ弱くなってる。初めの時よりだいぶ弱くなってるね、やっぱ。まあそういう弱体化的な話やん。クリティカル出せ。おー、なるほど、すごいね。いろいろね。グラシャが効く。ぶちかまし。ぶちかまし。速攻の攻撃。目にも劣らないのが月を描く。とりあえずグラシャから行こうか。終わらせます。で、行くか、これ。攻撃。あ、食事が増えないんだ。どうしても何も、あなたが一番よく分かってるんでは。私がこうやって覚醒した以上、思い通りはいられないと。ちょっと調子乗ってんじゃねえぞ。あ、今月が多分今変化したの、何かしらで。もう敏捷で強くなるのか。いいね。ソムニマ、睡眠、スピアレス。あー、スピアレスで自分で攻撃も上げれるのか。まあ、とりあえずグラシャの攻撃で良さそうだね。狙い目ですね。氷を。参りましょう。
で、焦げつ違う、こんなの、私は認めない諦めてください。ざけんな不登りかすらの馬、てめえぐらい簡単くらいだ。この状況を打開するに弱点ですか。狙い目で凍りなさい。指示をお願いします。この状況を打開するには食らいなさい。15いける。さすがにこれ、さすがにこれ寄せる。私にお任せください。私の技で攻め立てますか。行かせていただきます。普通に強いぞこれ。28もう終わりだよ。もうゲーム いい声だな。やべ、俺の、良くない方がバレる。良くない方がバレんじゃん。やめてよ。倒した。七代も、覚醒すんだ。アクターの力を教えてくれています。彼女は、夏希ちゃんは私の弱い心を生み出して幻なのだと。そうだよ。悪い夢終わったんだ。一緒に元の世界に帰ろう。ね。はい。でもさ、辰巳からするとさ、あれ？ってなるよね。いや。ははは。あれ？ははは。あはは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 。私が いや、やばいでしょ。井戸になった。この世界の原則が一つ。人間はアクターの力をまとっていなければ、セレフは人間を食わなければ、いずれこうなってしまうのだ。こいつの分身体はその原理を利用したものだったんだ。だから本体にでも戻ることは叶わぬ。もう戻れない。すでに捕捉されてしまっている。やるしかねえってか。これがボスやね、完全に。あの声に。意志が集まれる。倒せと。あ、はい。見せてください。はい。ありがとうございます。あ、5人になってるね。セーブしたらいいんだけど、セーブできないんですか。あれ、セーブできないんですけど、セーブってできなかったっすか。はるちゃん、まだ大丈夫、下がってて。5人パーティーだね、完全に。ですが、殺害性が済んだよ。そんなのできない。そっか、これがセーフの末路ってわけか。バースタス、過去に残したし、一つの涙。もう字がないでしょ。行きますよ。うわー、2100だー。ちょっと待ってねー。うわー、すごいことなってんね。とりあえず、夏希の氷が刺さるから、夏希は絶対いるね。ステータス何も聞かねえわ。よし、行こう。しかし、どうするか。なんかある。なんもねまさかのなんもないっていう、こんなことあるの。なんもない、エゴイズムの政権が。そんなことあるんだ。とりあえず何使うんだろう。何使っていくんだ。水使ってくるのかな、さっきみたいに。それだとちょっと怖いけど、初めに動きするか。お前は準備ねえ、どうしよう。こういうこともできんだ。乗り越せ、へえ、強い。ステート効果を全解除します。強いな。へえ、こういうことも言うんだ。じゃあ、とりあえずデバフ。デバフかけて、準備して。まずは準備しよう。来い。
あ、ちょっと喋ってる、なんかちょっと喋ってんだね一応守りを固めたら長期戦に持ち込むつもりか。なるほどね。あ、ほんとだ、だいぶ防御5やばいな。防御5はやばいな。何か解除できる手段があるといいんだけど、5はやばいな。だいぶ削らないといけないかもしれないね。攻撃上げてこれか。一応なんか声はあるんだね。やば。ちょっと待って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 。いやー、これは重たいボスな気がすんな。うーん、どうしようかな。グラシャを打ちたいけどさ、できれば74に2回動いてほしいんだけどね。それはできるんだけど、うまいこと入れ替えればいけるか。猛毒、うわやべ。人気によっては体力で放置できるか限らない。アクターシフト、あー、そうか。これで有利不利は、今日だけは行使することができません。だってわー、死んでった。猛毒状態のまんまだったらそうなるのか。普通にこういうの苦手なんだよな俺、こういう。狙われる、狙われる、ここ来るか。これはもう狙われるのは大丈夫だね、さすがに分かってるね。狙われるはさすがに分かってるわ、俺もさすがにそれは分かってる。シフトでヒロキターンオーバー。これはもうターンオーバーがまさかの刺さりまくりやん。いやー、でも全然火力が出ないな。火力が出ないのきついな。さあ、なして、電光石火。よしよしよし、電光石火なら大丈夫。オッケー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 。よしよし、この一ターンはでかい。猛毒の対処をどうするからな。よし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 、行って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 、ちゃんと考えていこう。大丈夫、いけるいける。エキストラターン来たね。聖剣追撃、これでかい。よしよしよし、まあまあまあ、これは一人攻撃だけなら全然大丈夫。とりあえずエゴイズの聖剣が意外と刺さるね、さっきから。63をコンスタントに与えられるのでかい。コンスタントにね、63与えられるのでかいな。俺の技に効き目がいいとは言え、遅れば俺の技に驚く。やっちまっていい、安心だ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫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 。半分来たよ。とりあえず半分来た、半分来た。アターレスして、アターレスして、まさかのショーがね、めっちゃ頑張れる。エゴイズム聖剣ガンガン打てる。入れ替えるってか、入れ替え、フィールドを入れ替えないといけないから、そうするとね、どうしてもね、他の人たちがバフ入れないんだよね。唯一入れ替えることができないショーが攻撃上げまくって聖剣で攻めるっていうのがいい、一番いいわ。まさかそんな戦法になっちゃったけど、合ってんのかこれ。よしよしよし、旋風波2回だったら大丈夫、一番大丈夫。よしよしよし、とりあえずショーで攻めよう。 SP をうまいこと気力充填して回してって、聖剣を使っていくのが一番いいかな。通常攻撃27、聖剣強いな、こう考えたら。良質登場、能力上昇を無視したらダメージ与えるっていう、こんなに強いとは。ショーのエゴイズム聖剣をまさか攻撃に使う日がやってくるとは。もしかしてゲットスキルなかったんで、そういうことなのか。猛毒、猛毒ここで来ちゃった。猛毒来たね。毒を解除することができない。解毒薬あるわ。解毒薬はあるわ、よく考えたら。あれ、解毒薬あんじゃん。あれ、ドクター、あのドクターか、もしかして。解毒薬か、使うか。
あ、ゲルクエイクこれ何？全員に効果あったの？え、一人だと思ってたんだけど、あれ？俺一人だと思ってた。あれ？あれ一人、一人なの？バイパーヒート、これは当たんなくなるからね。オッケー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 。解毒薬がこんなに使えるとは思わなかったな、まさかの。HP 減少。よかったよかった。解毒薬、あのドクターがいいもんをくれたわ、よく考えたら。オッケーオッケー。でも SP がないな。このままだと聖剣が打てないの辛い。聖剣打てるのすごい辛い。なんとかして章に回して聖剣打てるのしよう。防御してた。一気に押し切るのだ。今524。これ押し切れるかも。本当にこれ押し切れるかも。524。このターンにゴリ押したいね。確かに光月グラシャ、いや光月だね。ぶちかましの方がいい。狙い撃ち、攻める攻める攻める、いける。これゴリ押せる、これゴリ押せる、これゴリ押せる、攻めろ攻めろ。まあセルフを倒したんだ、素直に喜ぼうぜ。よったー、うまいこといけたなー。よかったよかったよかった。めっちゃ長くやってる今日も。終わった。七尾あんま俺使い方分かんなかった。グラシャしかやってなかったね。君服着たね。いつものですよ。はい、もう飛び込んで、うつに飛び込んで、もう帰ろうな。引きずり込まれる？ま、引きずり込まれるんだ。自分から望んでんじゃないんだ。またこの夢か。君はもしかして、あ、この前の腕上げてる人、あ、この人が朝日なのか。この人が朝日？また消え。あ、二人になった。おお、よかったの、よかったの、本物。また一つ潮の言う方先に進むわけだ。気持ちいいか、まあ気持ちいいだろうな。二人に増えるな。いつまでそうしていられるかな。毎回か。なんで毎回夢で殺されなくちゃいけねえんだ、こっちは。夕方。起きろショー。あ、戻ってきたね。無事に戻ってきた。服もちゃんと制服に持ってる。よかった、そばにいる。すまない、来るのが遅れた。遅れた？あの渦。いや、そんなことよりもショー。ああ、やばいのいる。よー。そんな怖い顔すんなよ。取っていこうと思っちゃいねえから。賞賛しに来てやったんだ。任務の成功おめでとうさん。しかし七重ははるかね。連中本気ってわけか。連中教えるわけねえだろ、何も語れないやつなんかによ。はん、語らないんじゃなかった、語れないんだったかな。今回見逃してやるぜ。捕まの平和を味わえばいいさ。だがな、いつまでも思い出さねえようなら、俺も奪わせてもらうから覚悟しな。何がしたいんだ、あの男は。あ、無事にみんな帰ってきたね。はちゃん、辰巳くんは？おぎゃ起きたが。おい、しっかりしろ、大丈夫か？まあ、そりゃね、アクターになった後やでね。大丈夫です。体中痛みますが、病院に行くほどでは。無理すんじゃねえよ。一晩寝れば治るかと。嘘でしょ。俺の先輩しがみついとけ。家に着いたらちゃんと話せよ、事情。いやー、だいぶ進んだな。戦闘が普通に楽しかったぞ。
だいぶ戦闘楽しかったってか、もう2時かよ。いやー、やったねー。気づいたら2時か。セーブしまーす。え？あ、ちょっと待って！え？え？あ！体験はここまで分とない。え？あれ？え？え？お？え？どういうこと？ゲームエグゼと同じ頃だよね。エゴって拡張されました。完成バリーズにこのうちセーブデータを入れることで。え？はい。え？終わっちまったー。え、終わっちまったぞ。終わっちまったー。え、これどういう扱い？これどうなの？あ、エンドトーク、エンドトークしないと。体験版とエンドトークしないと。ね、なんかね、よかった。いや、でも普通にね、楽しかった。いや、後半はね、もう、味方が多くなって、戦闘が普通に楽しかったね。体験版ね、めちゃくちゃガッツリやってた気がする。マジかー。いや、普通にこれさ、俺一つだけ感想言うわ。普通になんか、今週まで出して売れるんじゃね？いや、もうとにかくありがとうございました。また、完成版やったら、完成版できたら、やるかもしれません。よろしくお願いします。かもしれませんかー。